はい、赤いリンゴことヒュガです。てん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 、イエーイ、猫ちゃん猫ちゃん、まあいいや、とりあえず行こう。くくくく、公共生物の重力燃料補給、あれだだだ、はあ、ワンちゃんだ、ワンちゃんかわいい、ワンちゃんワンちゃんワンちゃん。そう、結構ね、自由度高いゲームなんですよ、これ。の前に、あれ気になるな、取ろう。はい、ゲット。あ、船落ちるよ、ここ通ってくださいみたいな感じですね。踏まれた時のこのアクションがいいな。これ、うぐってなんかドリムみたいなアクションが出てると思う。うわー、ぐう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 、あれあれ、ロロ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 ロにゃ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 にいや、嫌だなぁ。やっぱ占い師って信用なんねえわ。待ってよ、待って、危ない、危ない。やばい、的確に狙ってきてやがる、あいつら。なんか音楽の授業みたいな。微濁音で、なんか、んがーみたいな声出しましょうみたいなやつ。あー、なんかゾウさんが見えるなぁ。あれをサーカスのゾウって撮っていいのか、違うゾウさんなのか。やめよう、この話はやめとこう。メガネが、メガネが、メガネ大事だよ。見えなくなっちゃうからね。あー、キトゥーン、心して、心してかかれよ。失恋の痛みを知ったよ。キトゥーン、友達なんかいらないね。愛と勇気さえあれば、いいんだよ。イエー。喉を、喉を鳴らせ。あ、ごめん、おじちゃん。ごめんねー。あ、ごめんね、落ちてた奈落に。でここに来るってことね。何、またネビー。お前さ、ネビーに任せきりにすんなよ。いじめだ、寄ってたかって僕をいじめるんだ。いやー、サービスシーン多いね。あー、待って、いや、あと3秒ダメだ、終わった。マジで逃げんじゃねえよ。何逃げてんの、助けて欲しいんだ。空気砲。ドラえもんが来てくれたのか。てかさ、あれ、ちょっと待って待って待って、目的見失ってない？手紙は、手紙はどうしたんだい？あれ、写真全部よ、全部撮るよ、全部撮られるよ。チャーハン食べる、チャーシューメン全部うまいよ。死にたいようだな。死にたくはない。うん、逃げ切る、逃げる、得意だ、俺の得意分野だ。逃げればいいんだろ、とりあえず逃げる、逃げるよ。ぐわぐわぐわ、やばいやつらだ。口答え許さない、お前怪しい。よく見たらこいつ乳首丸出しで歩いてんだな。とことんこいつ変態だぞ。猫ちゃん、猫ちゃんって何？不思議ちゃんかな、この子。もどきってなーに。あ、そっか、乳首は隠せ。シアネワワ、シア、シュワネワワってなんだ、シワワシワワになっちゃう。シアネアの中に眠る。なんだ今、なんかすっげえ俺なまったな。幽霊だった、マジ。って言いながらちゃっかりこれ撮ってる。なんだよ、後ろ後ろって。うわー、ネビーだ、早く気づけ。目から水が。それをな、涙って言うんだよ。エイリアスなんじゃないんだよ。
あ、なんじゃないんじゃないのじゃないんじゃないんじゃないのエイリアスじゃない、あれ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 、全然言えねえよ。エイリアスじゃ、うわ重力イメント空中浮いた、うわこいつを落としてやるぞ。こっから落とせない、あ落としたった。よし決まった。ごめん、もうね落とすつもりはなかったとかそんなこと言わないよ俺は。落とすつもりで落としたわ。はい、あ痛い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 、やばいやばい、猛攻撃、猛攻撃がやばい。これでいいもんね、このねキツンが身を挺してやっちゃってるけど、でもいいよね。なんだよお前マジで急いでくれ。お前マジなんなの、いるかいなくない、ダスティ。ちょっと待って、あれ以来全然見つかってないんだけど。え、あいた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 、ダスティ、ちょっと待って、あね、ノーマル着てるんでいいね。うわ着替え見てたのか知らねえや。準備は良いな、では華麗なる初陣をポチッとな。よし、どうだ、空気砲ドカーンやったー、動き止めてくれた、すげえな2人とも。意外とユニカってすごいんじゃない。あダメか今、えちょっと待って、ユニカあんまり攻撃がそこまで。これねパンドラちゃんね、本当に気持ち悪いよね。もう原案で全部気持ち悪いんじゃないの、全部気持ち悪いわまだ右下のあれがね可愛いけど、これとかもなんかハリーポッターの女の子バージョンみたいになってるもんね。服装がゲイドもみそばらしいからね、これめっちゃゲイドじゃないもんそう、もうなんだよこれ、亀仙人の亀仙人が亀ハウスじゃなくてなんか違う無人島に連れて行かれてなんか3年ぐらい暮らしたみたいな姿になってる。はい、じゃあ今回もここまでにしてなんか違うな、切り方がちょっとわかんねえ、切り方がわかんねえ